オーストラリアのメルボルンで店頭に並ぶカンガルー肉。カンガルー肉はカンガルーから取れる食肉。オーストラリアで野生のカンガルーを捕獲して生産され、オーストラリアで消費される他多くの国に輸出されている。カンガルー肉はすべて野生のカンガルーを捕獲して生産されている。古くはアボリジニの食料として捕獲されてきたが、現在は オーストラリア政府の許可を受けた狩猟者によって商業的な捕獲が行われている。ほとんどのカンガルー科の動物は法令によって保護されているが生息数が増加傾向にあるとされる赤カンガルーやオーカンガルーなどの一部の大型種が商業的な狩猟の対象になっている。こうした野生カンガルーの捕獲はオーストラリア内外の野生動物保護活動家から非難されている反面。 オーストラリア国内の多くの自然保護団体では、口述するように、カンガルーの利用自体には賛同しているものもある。オーストラリアでは、カンガルーは、連邦政府と州政府の二重の規制によって保護されている。捕獲は、免許を受けた狩猟者により、厳格な規定に基づいて行われている。カンガルー肉の輸出には、オーストラリアの検疫当局による検査が行われている。 オーストラリア政府は政府機関による生息数調査を実施し、カンガルーの捕獲頭数に年間の規制枠を定めている。これによると生息数は3500万頭以上と言われる。2002年までオーストラリア政府は毎年550万頭の捕獲を許可していたが、2002年には700万頭に許可頭数を増やした。その後、 2007年の捕獲許可枠は350万頭を超える程度に減少している。野生のカンガルーを狩猟するのではなく、飼育して利用することを主張するものもある。2008年現在の推定生息数を3400万頭とした上で、2020年までに2億4000万頭に繁殖させることが可能だという研究も発表されている。しかしながら、カンガルー牧場の創業は、 初期費用がかかることや野生カンガルー量に比べてコスト面で劣ることから経済的に実現は容易ではない。カンガルー肉は歴史的にはアボリジニと総称されるオーストラリア先住民の食料となってきた。彼らの伝統的な食文化において物資タッカーの一つとして重要な地位を占めている。ノーザンテリトリー準州のアリススプリングスに住むアレント族の人々は カンガルーのことをケレアヘッテと呼び、次のように食用としてきたという。カンガルーは平原やアカシアが生えているところで見つけられる。かつて人々は飼いならしたディンゴを消しかけ、槍を使ってカンガルーを仕留めていた。捕らえたいものは腹を裂いてミルクの内臓が引き出され、切り口は木の焼き串で閉じられる。そうしたら焚き火にかざして表面の毛を焼いてから、 地面に掘った穴に入れて、厚い土と炭で覆い、蒸し焼きにする。尻尾と足は先に切り落としておき、一緒に焼く。焼き上がったカンガルーは、皆で分けて食べる。強行と中殿筋から出た、温かな血液と、汁は一滴残らず、集められ、飲み物になる。なお、こうして汁を飲んでも、特に害はないことが分かっている。カンガルーの肉は、アレント族の特別な、 決まったやり方で切り分けられる。二本の太もも、二切れの尻肉、二切れのあばら骨の脇の肉、腹、頭、尻尾、二本の足先、上下二分された背中の肉。カンガルー肉の食用はオーストラリアでは禁止されていたが、南オーストラリア州では1980年に、その他の州では1993年に解禁された。カンガルー肉はそれまでは、 入手困難だったが、オーストラリアでの合法化により利用が広まることになった。オーストラリアの多くのスーパーマーケットでは、様々な形でカンガルー肉が販売されており、ヒレ肉やステーキ用、ひき肉、カンガバンガと呼ばれるカンガルー肉を使ったソーセージなどが並ぶ。ただし、オーストラリア人を対象とした2008年の調査では、 カンガルー肉を年に4回以上食べる人は14.5%にとどまっている。オーストラリアでの年間消費量は約4000トンである。カンガルー肉の輸出は1959年から行われている。2007年には55カ国以上に輸出された。2008年時点では生産量の70%以上は輸出用となっており、 ドイツやフランスなどのヨーロッパ市場で消費されている。イギリスでもスーパーマーケットで販売されている。2009年にはロシアが最大の消費国となっており、主にソーセージ原料としてカンガルー肉生産量の70%を一国で輸入していた。ただし2008年から2009年にかけてロシアは口述するような輸入規制を実施し、貿易量は激減している。 ヨーロッパでの年間消費量は2008年には約1万1000トンであった。日本にも輸入されているが2008年までの年間消費量は15から20トン程度とごく少量である。2008年にはカンガルー肉産業は年間250から270万オーストラリアドルの規模に達しており約4000人の雇用をオーストラリアで生んでいる。カンガルー肉は ドッグフードの原料にも使用されている。カンガルー肉は家畜の肉に比べると濃厚な風味がある。食感は柔らかい。ひき肉にした場合、牛肉のひき肉と同様に調理できる。栄養的にはタンパク質が豊富で脂肪分が約2%と少ない。強薬リノール酸が他の食品に比べて豊富なのも特徴である。クラは発ガン性や 糖尿病を抑えるなどの健康効果があるとされており、さらには、肥満やアテローマ性動脈硬化症にも効果があるとされている。オーストラリアでは、カンガルーのことをルーと呼び、輸入国の一つの日本でも、ルーミートのブランド名で販売する業者がある。近年、カンガルー肉業界の会合で、カンガルー肉について、豚肉に対するポークのような食材名を広めようという議論がされた。 その趣旨は食卓で動物を食べているということを意識しないで済むようにし、またテレビドラマに出てくるカンガルースキッピーのような可愛い動物を連想させないようにしてカンガルー肉への拒否反応を避けようというものである。2005年に雑誌フードコンパニオンインターナショナル市場においてオーストラリアカンガルー産業協会の講演により 新しいカンガルー肉の呼び名の募集企画が行われた。これに対し、41カ国から2700件以上の応募があった。3ヶ月間の選考の結果、オーストラルスが2005年12月に最優秀賞に選ばれ、アメリカ系オーストラリア人一世のスティーブン・ウェスト教授の筆によって命名が行われた。なお、最終選考に残った他の候補には、カンガーリー・マロー。 クルー、メリーン、クジャ、ロージョエ、ルーバイオンド、ユルー、オスルー、マースー、ケップ、カンガソリス、マースピン、ジャンプミト、アンドモムがあった。この企画の結果は、特にカンガルー産業協会を拘束するようなものではない。同協会は、公式には新しい呼び名の導入を進めていない。カンガルー肉の利用をめぐっては、自然保護や動物愛護の視点からの批判があり、 また、食品安全面からの問題点が指摘されている。2008年以降に最大の消費国であったロシアが輸入規制を実施しているほか、欧州連合も販売禁止を検討している。家畜の放牧のために整備した環境で餌や水を得た一部の大型種のカンガルーが増加しているとされる。 捕獲枠算定の基礎となるカンガルーの生息数は厳密に把握することは困難であるが、毎年オーストラリアの政府機関により生息数の推計が行われている。40年近く続けられてきた調査を経て、航空機を用いた精度の高い全頭数の調査技術が構築されているという。この調査によれば、 現在のオーストラリアのカンガルー生息数は3500万頭から5000万頭と推定されている。飼料の免許制などの管理措置もあり、絶滅につながる恐れはないとオーストラリア政府は説明している。オーストラリア環境協会やオーストラリア野生動物管理協会、オーストラリア哺乳類協会など多くのオーストラリアの自然保護団体、環境保護団体は逆に カンガルー飼育による利用を支持している。支持者たちは、土着の動物を利用した農業体系の方が、羊のような移入種を飼うよりも、壊れやすいオーストラリアの牧草地帯には、環境保護の面で適合していると主張している。少ない餌でも育ち、本来の食性を害さないカンガルーを家畜として、飼育することは、移入牧草を使った羊や牛の飼育よりも環境に優しいという考えは、 広く受け入れられているという。オーストラリア政府の気候問題に関する顧問を務めるロスガーナー教授は他の家畜と異なってゲップやオナラによるメタンガス排出の少ないカンガルーの利用は地球温暖化対策のためにも推奨できると主張している。ただし、記述のようにカンガルー牧場はコスト面から実現していない。動物愛護の観点から カンガルー狩りは残酷であるとの批判もある。近似は、後日の EU での規制立法を求める運動として、母親カンガルー捕獲時のコカンガルーの殺害が特に問題視されている。毎年44万頭のコカンガルーが頭を踏みつけられたり、パイプで殴られるなど残虐な方法で殺されていると主張し、非難するキャンペーンが展開されている。これに対して、 オーストラリア政府やカンガルー肉業者は、カンガルーの飼料は法律などで定められた方式に、則っ,って行われ、苦痛の少ない残酷ではないやり方であると、反論している。カンガルーは、基本的に放し飼いで自然の餌を食べていることから、とても安全な食品だと研究者にも言われてきた。抗成物質や、食品添加物などに汚染されている、危険性も少ないとされる。ところが、 2008年、ロシア政府は、オーストラリアから輸入されたカンガルー肉から、抗生物質が検出されたと発表した。翌2009年にも、オーストラリア産のカンガルー肉や牛肉から、大腸菌などが検出され、輸入基準を満たさなかったとしている。EU も、動物保護団体、アニマルリベレーションに委託して、カンガルー肉の安全性などについて、 調査を行ったところ、衛生面の問題があるとの報告を受けた。同団体が提出した報告書、闇の中での銃撃では、大腸菌やサルモネラ菌が検出されたとしている。夜間には、気温が摂氏30度になるような車の荷台に7から8時間も放置されたり、管理不十分な冷蔵庫に長期間保存されたりと、現状は衛生的に問題があるとしている。 そして、食肉加工には高い衛生基準が要求されるべきもので、野外でのカンガルーの解体が基準を満たすことは不可能だと結論づけている。しかし、カンガルー肉業者側からは、そもそも狩猟獣肉に対して工業的な家畜食肉加工と同じ水準を求めることは不合理であるとの不満もある。ロシア政府は2008年の抗生物質検出を理由に 三社のカンガルー肉輸出業者からの輸入について禁止措置を発動した。さらに、翌2009年3月の大腸菌群などを理由に、18社のオーストラリアの食肉輸出業者に対して同様の禁止措置を発動した。その結果、カンガルー肉価格は過去最高水準の1ラムあたり1.3オーストラリアドルだったのが70セントにまで暴落し、 いくつかの工場が閉鎖に追い込まれている。食品安全は、口実で、実際は、政治的な理由による規制だとの反発も、オーストラリアの食肉業者の間では起きている。オーストラリアのクイーンズランド州政府は、対応措置として、カンガルー肉のトレーサビリティ確保のための、個体識別タグを試験導入したと発表している。野生動物へのこの種の識別タグ利用は初めてという。 ロシアに続く形で EU が欧州議会でカンガルー肉の貿易規制法の制定を検討していると報じられている EU では2008年には犬や猫の毛皮が貿易禁止となり2010年にはアザラシ製品の貿易禁止法が施行されているがこれらに続く規制対象としてカンガルー肉が訴状に上がっている 衛生問題なども理由になっているが、動物愛護の観点からの市民運動が主たる動機になっているという、44万頭の上院が殺されているをキーフレーズに使い、イギリスなどの愛護活動からを中心にしたキャンペーンが展開されている。この EU での新たな規制の動きにオーストラリア政府は懸念を表明している。他方、オーストラリア政府はロシアに代わる新たな市場として、 中国への輸出を目論んでおり、2010年の上海国際博覧会を利用して普及を図ろうとしている。しかし、こうした中国への輸出を目指す動きに対しては、オーストラリア国内からも一部では批判の声が上がっている。スティーブ・アーウィンの父であるボブ・アーウィンらは、中国側に対し、私たちはパンダを食べないから、カンガルーを食べないで、 カンガルー肉を輸入しないよう呼びかけを行っている。ありがとうございます。